ラオス。ダメだな、やり直せ。おい、聞いてんのか。お前の変装のことだぞ。ぶつくさ言ってねえで、とっとと出直してこい。早くしねえと死刑だぞ。次はもっと腕を上げてこいよ。キャオキャオ。なんだお前は。行くぜ。フルコースよ。はい、お仕置きです。出番でしょ。まずは一つ。あれ、今視線が。ハル、伏せろ。ハニ、あなた誰ですか。レディにいきなり暴力を振るうなんてあんまりです。お前、ジャパニーズ忍者だ。どういうつもりだよ。あら、どうしたの？何か用かしら。あら、どこかの資格。リボーンね。いることはいるけど、多分会えないと思うわ。今居眠りしてるわ。もし起こすなら命を捨てる覚悟をした方がいいわ。あら、どこかの資格でもいるのかしら。大丈夫っすか、十代目。綱くん、一体どうしたの。ああ、極寺くん、京子ちゃん、ありがとう。ちょっとね。綱のやつ、いきなり顔見知りに襲われてボコボコにされたんだ。パオパオ老子に変身したハットル師匠。いちいち細かく言わなくていいよ。
十代目が襲われるとこ見てたんすか？見てたわけじゃねえが、近所で気絶してたとこ俺が家に連れて帰ったんだ。実際その通りなんだよね。練習中止にしちゃってごめん。しかしどこのどいつだ、許せねえ。こいつの変身がなかなか上達しねえからみんな怒ってんじゃねえか。そんな怒ってなんて、みんなで一緒に頑張ってるのに。実際学園祭まであんまり時間がねえから心配はしてますけど。でも今日だけ休ませてもらえないかな。家に帰ってもう一度台本を読み込んどくよ。読み込むほど難しい台本でもねえだろ。なんだよおい、おめえまでどうかしたのか。それがいきなり春のやつに襲われちまったんだ。春ちゃんが山本くんを？詳しく話を聞かせろ。そもそも春のやつが綱に変身するから見てくれって言うんで見てやってたんだよ。なんで春がそんなこと。春ちゃん、綱くんがもし本番までに変身をマスターできなかった時のためにこっそり代役の練習をしてるのよ。素直に喜べない。あのアホ女、10代目に恥かかせる気か。まあとにかくそういうわけで、春が綱に変身してたらいきなりもう一人春が出てきて襲ってきたんだ。はい、襲ってきた春はおそらく変身したジャパニーズ忍者だな。そうそう、結構シャレにならない攻撃だったぜ。アホ女を本物の10代目と間違えて襲ってきたんすね。春ちゃんの変身ほとんど完璧だったから。そこまで似てるんだ。服部師匠、手っ取り早く10代目に変身術を仕込んでやってもらえませんか。手っ取り師匠、服部早く10代目に変身術を仕込んでやってもらえませんか。つまんね。うわあ、ああダメだよランボー、こんなとこで10年バズーカ使っちゃ。若きボンゴレ、皆さんお揃いで忍者ごっこですか。そういえば子供の俺もハマってたって。相変わらずランボの変身はお見事だな。俺たちも練習しねえと。練習でこんなことできたら苦労しないって。早いとこ変身術を身につけねえとますます大変なことになるぞ。10代目、今日は帰ってゆっくり休んでください。また明日から頑張りましょう。ごめんね、みんな。違いますね。なるほど、お主が噂の。と拙者、親方様の見つめの途中でした。それではこれで失礼します。任務頑張ってください。できたぜ、忍者ボム。早速公園で実験だぜ。
りゃ。あつっ。くそ、もう一丁。うまくいかねえな。あ、おはようございます。10代目、忍者ボムの開発に決まってるじゃないですか。キーワードは煙っす。ボムの煙を利用して漫画みたいに消えるつもりなんですよ。ですが10代目、自分のすぐそばでボムを爆発させるってのがなかなか難しいっす。人にボムを投げるのは得意なんですが、自分にボムを投げるとなると、なんかいい爆発のさせ方ないっすかね。実際には爆発させないってこと。10代目、そんな小学生みたいな子供じみた演出は嫌っす。攻撃されて反撃もできずに耐えるしかないなんて、そんなの嫌ですよ。わかりました。あくまでヒントを得るために攻撃を受けるということで。おめえら、今から俺にボムを投げてこい。極寺、それってどういうことだ。忍者ボムの概要はさっき説明した通りだ。でも自分の近くでボムを爆発させるってのは想像以上に難しい。だからてめえらにボムを投げてもらい、ヒントを得ようってことだ。よくわかんねえけど面白そうだな。10代目のためなら痛くてもしょうがないっす。俺のためとか言わないでよ。そんなに戸惑わないでくださいよ。10代目が考えてくれたアイデアですよ。え？俺、何も言ってないけど。よし、最初は誰だ。面白そうだから、俺がやるぜ。そりゃ。いて。極寺君、怒っちゃダメだよ。自分で頼んだんだから。分かってます。極寺、大丈夫か。そりゃ。大丈夫かって言いながらいっぱい投げてるし。そりゃ、そりゃ。ごっか。終了。面白いゲームだな、これ。また遊びだと思い込んでる。くそ、ストレスたまるな。どうだ、極寺、ヒントは見つかったか。まだ、おめえだけじゃわかんねえよ。まあ、よく頑張ったな。次、誰だ。明らか
かに機嫌悪くなってるよ。ランボさん、日頃の恨み晴らしちゃうもんね。はい。おわほいほい、まだまだ足りないもんね。あ、ゴクデラ君、大丈夫？大丈夫っす。はいはいはい。いやいや、ランボさん、世界最強だもんね。ブチ。ランボさん、いっぱい攻撃しちゃうもんね。このアホ牛、てめえは世界最弱だ、バカ野郎。よや、世界最強は10代目だ。その次は俺って決まってんだよ。やっぱり一方的に攻撃されて、ゴクデラ君が黙ってるわけないよ。次は誰だ？私がやろうかしら。ああ、姉貴。ゴクデラ君、大丈夫？ちくしょう。次のやつ、早く来やがれ。やけくそになってる。俺がやるぞ。リボンさん。ほらよ。リボン、すげえ。ゴクデラ君の寸前で爆発させてる。俺はヒットマンだぞ。距離感をつかむのは得意中の得意だ。リボンさんのおかげでなんとなくコツはつかんだぞ。おりゃ、よっしゃ、距離も爆風も完璧だ。いや、ちょっと待てよ。忍者ってどんな風に消えるんだ？誰だてめえ。いつか二の絵に偵察に来たやつだな。何の用だ。消えるとき、てめえ、からかいに来たんだったら今すぐ帰れ。でねえとおめえがこの世から消えるぜ。そんなしょぼい消え方できるかてめえ。俺を見下してんのか。ポンってなんだよ。ああ、意味わかんねえよバカ野郎。それを言うならドロンだろうが。ん？ドロン、これだ。よし、消え方の極意をつかんだ気がするぜ。明日は学校でドロンって消えてやる。さあ、今すぐ10代目に報告だ。夜中にどうしたの？